裏波,裏波は、日本海軍の駆逐艦、二代目。吹雪型駆逐艦の十番艦。徳型駆逐艦の波級。裏波級として紹介されたこともある。当初の艦名は、第44号駆逐艦。磯波までの徳、愛型と、煙突基部の艦室9キロが改正され異なっており、特海愛型と呼ばれる場合がある。日本海軍の法令上は、吹雪型駆逐艦。 吹雪型一番艦吹雪と、吹雪型二番艦白雪沈没後は、初雪型駆逐艦。一等駆逐艦、浦波、建造時艦名、第44号駆逐艦は、1929年、昭和4年6月に竣工した日本海軍の駆逐艦。吹雪型四隻、磯波、浦波、綾波、四季波による、第19駆逐隊を編成。日中戦争を経て、 太平洋戦争に突入。大戦中盤までの第19駆逐隊は第3水雷戦隊に所属。1943年昭和18年9月より第16戦隊に所属した。1944年昭和19年10月26日、浦波は冷凍沖海戦に伴う輸送作戦に従事中、米軍機の空襲により長良型軽巡洋艦5番艦。 キネ島と共に撃沈された。裏波が参加した主な作戦は、南方作戦、ミッドウェイ海戦、主力部隊護衛、ガダルカナル島の戦い、駆逐艦輸送、第三次ソロモン海戦、ビスマルク海海,海戦、ン作戦、冷凍機海戦、多合作戦。艦名の裏波は、裏に寄せる波に由来し、初代は神風型駆逐艦の裏波。 1926年、大正15年11月、初代上風型駆逐艦、三島駆逐艦は、総改定への艦種変更時に潮型総改定に、改称、間もなく浦波型総改定へ改称された。初代、浦波は1924年、大正13年12月1日付で、駆逐艦から総改定へ、類別変更。1928年、 昭和3年8月1日府で、本艦、第44号駆逐艦が、浦波と改名されると、同日府で初代、浦波は、第8号総改定と改名された。本艦沈没後、浦波の艦名は、海上自衛隊の綾波型護衛艦3番艦、浦波に継承された。佐世保海軍交渉で建造。1927年、昭和2年4月26日。 日本海軍は、横浜選挙で、建造の駆逐艦を、第36号駆逐艦。白雪、浦賀選挙で、建造の駆逐艦を、第38号駆逐艦。三雪、藤永伝造選手の駆逐艦を、第39号駆逐艦。村久佐世保海軍交渉の駆逐艦を、第44号駆逐艦と命名する。第44号駆逐艦は、同日府で、 第35号が駆逐艦に類別される。命名から2日後の4月28日、第44号駆逐艦は佐世保海軍交渉で寄港。1928年昭和3年8月1日府で第44号駆逐艦は浦波に改名。同日府で第35号が駆逐艦も吹雪型駆逐艦に改定され、浦波は吹雪型10番艦となる。 同年11月29日、浸水。1929年、昭和4年1月15日、後藤尊寺中佐、当時、駆逐艦那田風艦長は、浦波偽装委員長に任命される。4月25日、後藤尊寺中佐、浦波偽装委員長は、正式に浦波駆逐艦長、初代となる。主要初代幹部は、水来長、松本要太員。 公実長、伊筒吉造大尉、公会長宮、雄二郎大尉、浦波機関長、森本義岡機関大尉。6月10日、佐世保海軍交渉の浦波偽装員事務所を撤去。6月30日、浦波は竣行した。1929年、昭和4年11月30日、日本海軍は吹雪型2隻、磯波、浦波により、第19駆逐隊を編成。 昭和4年12月24日、式並編入。昭和5年4月30日、綾波編入。第19駆逐隊司令、上山忠大佐は、司令駆逐艦を、裏波に指定した。同日府で行われた、艦隊編成替えにより、第19駆逐隊は、第2艦隊、第2水雷戦隊に所属。この時点の第2水雷戦隊は、長良が武巡洋艦五番艦。 キヌイカ第十一駆逐隊、フブ白雪、初雪、三雪、第十二駆逐隊、村雲、篠の目、薄雲、白雲、第十九駆逐隊、磯波,波、浦波、四季波、綾波という編成だった。九百三十年、昭和五年十一月二日、後藤存治中佐、浦波駆逐艦長は、もみ形駆逐艦で編成された、第二十七駆逐隊、騎士、 すみれ、足司令営転任、太平洋戦争海戦時、第六戦隊司令官。サボ島沖海戦で帰還、青葉大破時に戦死。江戸平太郎少佐、当時、駆逐艦追い風艦長が浦波駆逐艦長に任命される。12月1日の艦隊再編でも、第二水雷戦隊、帰還、絹は、前年度の編成を維持する。1931年、 昭和6年12月1日、吹雪型駆逐艦3隻、篠の目、吹雪、磯波による第20駆逐隊の編成により、第19駆逐隊は3隻、浦波、綾波、敷波となった。同日府で行われた艦隊再編で、第2水雷戦隊機関は、絹から川内型計巡用艦2番艦、人数に交代。第2水雷戦隊は、 人通以下第七駆逐隊、おぼろ、あけぼの、塩、第八駆逐隊、あまぎり、あさぎり、ゆうり、第十九駆逐隊、うらなみ、しきなみ、あやなみ、第二十駆逐隊、しののめ、ふぶき、いそなみとなった。1932年、昭和7年12月1日、江戸平太郎中佐、うらなみ駆逐艦長は、姉妹艦の薄雲艦長へ転任。 矢島玄徳中佐、当時、特務官ナルト副長が浦波駆逐艦長となる。同日府の艦隊再編で、第十九駆逐隊は、第二水雷戦隊より除かれた。1933年、昭和8年5月1日、矢島玄徳中佐、浦波艦長は、海軍航空省総務部部員となり、海軍法術学校教官、木村進中佐が浦波駆逐艦長に捕食。 同年11月15日、木村進中佐、浦波区逐艦長は、姉妹漢字を区逐艦長へ転任。古木百造中佐、当時、法官二見艦長が、公認の浦波区逐艦長として着任した。同年12月11日より、各陳府、横須賀陳塾、暮陳府、佐世保陳府に、警備センタが新設され、第19区逐隊、浦波。 式並み、綾波は、5警備船隊に所属。編成直後の呉警備船隊は、巡洋艦五隻、過去、病行、那智、阿武熊、神通、第13駆逐隊、呉れ若竹、早さなえ、第19駆逐隊、浦波、式並み、綾波、第20駆逐隊、篠の目、磯波、吹雪、第18潜水隊、練習特務艦、朝日など。 1934年、昭和9年11月15日府で実施された、艦隊再編により、第二水雷戦隊機関は、軽巡洋艦人数となり、企画駆逐隊も、第6駆逐隊、雷、電、響き、第10駆逐隊、さぎり、さざ波、暁、第19駆逐隊、ら波、しき波、綾波、第20駆逐隊、しののめ吹雪、磯波となった。 1935年、昭和10年1月15日、古木百造中佐、浦波駆逐艦長は、新井高方防護巡洋艦二番艦津島副長へ、転任。旧宗米次郎中佐、当時、姉妹艦初行駆逐艦長が浦波駆逐艦長となる。3月4日夜、第二水雷戦隊、機関、人通、第六駆逐隊、響き、雷、第十駆逐隊。 さざなみ、赤月、第十九駆逐隊、あやなみ、うらな第二十駆逐隊、しののめ、ふぶき、いそなみは第二艦隊や艦演習のためと根ヶ島を置き合い航行中だった。午後八時、姉妹艦、ふぶき、艦長平井教授中佐が航行中に突如上操不能となり、うらな艦長級、総米次郎中佐の上に衝突する。前年のふぶ型二隻衝突。 みゆ沈没、連帯派ほどではなかったが、衝突艦2隻、浦波、吹雪は、呉海軍交渉で修理することになった。同年11月1日、旧走米次郎中佐、浦波駆逐艦長は、二島駆逐艦3隻、夕を菊、青いの、第14駆逐隊司令へ転任。後日、久しゅは佐保島沖海戦時の従順青葉艦長。同海戦で、ふぶ沈没、 元浦波初代艦長の後藤尊次長将戦士。田原地光中佐、当時、駆逐館初春艦長が、久州の後任の浦波駆逐艦長に任命される。11月15日の艦隊再編で、第二水雷戦隊機関は、軽巡洋艦中となる。中機関の第二水雷戦隊所属駆逐隊は、第六駆逐隊、雷、電、響き、第八駆逐隊、甘霧、 朝霧、第十九駆逐隊、浦波、四季波、綾波、第二十駆逐隊、篠のの目、吹雪、磯波となった。1936年、昭和十一年十二月一日、田原中佐、浦波駆逐艦長は青葉型十字運用艦一番艦、青葉副長へ転任。当時の大港洋行部参謀、島崎俊夫中佐が浦波駆逐艦長となる。また、 かつての浦波艦長、木村進大佐、当時、第30駆逐隊司令が、第19駆逐隊司令に捕食され、西村昌司大佐、第19駆逐隊司令は、軍令部出資となる、西村は、翌年10月31日より、最上型4番艦、熊野初代艦長、同日府で行われた、艦隊編成変更により、第20駆逐隊は除籍され、吹雪は、 第十一駆逐隊、篠の目は、第十二駆逐隊、磯波は、第十九駆逐隊にそれぞれ編入。第十九駆逐隊は、波級四隻、磯波、浦波、綾波、四季波に戻った。日中戦争に際しては1937年、昭和12年、上海、甲州湾上陸作戦に参加。1937年、 昭和12年8月19日日付変更直後、佐世保から横須賀に向けて航海中の、浦波は、前方から接近する三とスマル急下客船1番線、三とスマル大阪商船を発見。これを回避すべく左に舵を取ったところ、後続していた磯波が、浦波下限3番砲塔付近に追突した。同日有刻、損傷した浦波は、横須賀に到着。 本格的な修理に入る。同年12月1日、島崎都夫中佐。浦波駆逐艦長は若竹型駆逐艦3隻、朝顔、川、不要、カルカヤの第16駆逐隊司令へ転任。浦波を体感した本館は予備艦となる。日本海軍は、吹雪型駆逐艦12番艦、四季並駆逐艦長、折田常雄少佐に対し、四季並艦長と、 浦波艦長の兼務を命じた。また木村進大佐、第19駆逐隊司令は、軽巡洋艦川内艦長へ転任。金増義雄中佐、当時、第26駆逐隊司令が、第19駆逐隊司令として着任する。1938年、昭和13年10月5日、折立年雄少佐、式波並浦波艦長は、姉妹関白雪駆逐艦長へ転任。 後日、駆逐艦浜風初代艦長、駆逐艦正月初代艦長等を歴任。四季並艦長には、大原利道少佐、当時荒れ木総院長、浦波艦長には、野間口健治少佐、当時山風艦長。後任は、吉川清少佐が任命される。1939年、昭和14年11月15日、浦波駆逐艦長は、 野間口県地中佐から千葉重雄中佐、当時、姉妹艦磯波艦長に交代。野間口中佐は、翌年5月より、影老型駆逐艦夏城義総委員長及び、初代艦長とな。1940年、昭和15年11月15日の艦隊再編で、第19駆逐隊は、第3水雷戦隊、機関、川内に所属。1941年、 昭和16年4月15日、千葉重雄少佐、浦波艦長は、クレチンジュ夫婦となる、同年7月1日より、遊雲型駆逐艦一番艦遊雲モ二院長、及び、初代艦長。萩尾から少佐、当時、駆逐艦を生かぜ艦長が浦波駆逐艦長に任命される。8月11日、第19駆逐隊司令。 立花の正尾大佐は白らず湯型駆逐艦四隻、村雨、夕立、春雨、さみだれの第二駆逐隊司令へ転任。第三駆逐隊司令を得ランチ大佐が後任の第19駆逐隊司令となる。第19駆逐隊は大江大佐の指揮下で太平洋戦争に突入した。百四十一年昭和十六年十二月八日の太平洋戦争開戦時。 第三水雷戦隊は、マレー作戦、南方作戦に参加。12月19日深夜、ウラナミは、オランダ潜水艦をマイナス20を撃沈し、翌朝の捜索で生存者32名を救助した。1942年、昭和17年1月18日から19日にかけて、悪天候により、ウラナミは、戦隊に、軽度の被害を受けた。 6月上旬のミッドウェイ作戦における、第3水雷戦隊、慶順川内、第11駆逐隊、吹雪、白雪、初雪、村雲、第19駆逐隊、磯波、浦波、四季波、綾波,綾波は、連合艦隊機関山和以下主力隊、本隊、山和、道の区、長戸、空母隊、宝将、夕風、特務隊、千代田、日清、第1補給隊、鳴門、 東栄丸、有明の警戒隊として参加。同ミッドウェイ作戦中の6月9日、浦波は、磯波に衝突されて損傷。磯波は、艦首損傷により、速力11ノットに低下。6月11日、二隻、川内、浦波は、主力艦隊から落後、行方不明となり、空母、砲射の96式艦上攻撃機によって、発見され。 山とイカ主力部隊に合流することができた。その後、ガダルカナル島の戦いに伴う駆逐艦輸送作戦、ネズミ輸送に従事する。1942年、昭和17年11月14日、深夜、前進部隊指揮官、近藤信武第二艦隊司令長艦旗下の日本、艦隊、従順二隻、アタゴ、第二艦隊機関、高尾、戦艦一隻、霧島、 軽巡二隻、ながら、川内、駆逐艦、麻雲、寺静き、さみだれ、ン、白雪、初雪、浦波、綾波、四季波は、ウィリスエリー少々指揮下の米艦隊、戦艦二隻、ワシントン、サウスダコタ、駆逐艦四隻と交戦、米戦艦一隻損傷、サウスダコタ、駆逐艦三隻沈没、激沈、ウォーク、プレストン、自沈、 ベンハムと引き換えに、日本側2隻、戦艦、霧島、駆逐艦、綾波が沈没。浦波は、綾波乗組員の救助を行った。第19駆逐隊は3隻、磯波、浦波、敷波に減少する。本艦は、一旦、日本本土に帰島した。1943年、昭和18年1月25日。 第19駆逐隊司令を得ランチ大佐は、横須賀鎮守夫婦となる、大江は2月3日より、第61駆逐隊司令。第19駆逐隊司令には、1月10日まで、影老型区畜艦9番艦、天津風調だった原ため市中佐が任命された。2月1日、原ため市中佐は、第19駆逐隊司令の職務を解かれ、横須賀鎮守夫婦となる、3月8日より、 駆逐艦シグレイカの第27駆逐隊司令。当時の第一総会隊司令、福岡徳次郎中佐が第19駆逐隊司令に任命された。3月3日、南東方面艦隊司令長官、草勝富一中常識下の第3水雷戦隊、司令官、木村正富少将。機関、白雪は、駆逐艦8隻、白雪型3隻、白雪、四季並 裏波、浅潮型3隻、浅潮、荒潮、朝雲、掛け型2隻、摂風、時津風、輸送船8隻をもって、ラバウルより、ニューギニア島の雷及びサラモアへの輸送作戦を実施中、米軍基地航空隊の大規模空襲を受ける、ビスマルク海海戦。一連の空襲により、駆逐艦4隻、白雪、浅潮、荒潮、 時津風と輸送船8隻が沈没。白雪沈没により木村司令官、負傷中は、式並みに、正気を掲げ、残存駆逐艦4隻と応援の、初雪、第11駆逐隊で、沈没艦生存者の救助を行った。ラバウル期等後、第3水雷戦隊司令官は3月6日府で、木村正富少将から江戸平太郎少将、浦波二代目艦長に交代した。 3月10日、第19駆逐隊は、第8艦隊の指揮下を離れた。なおサボ島沖海戦における吹雪沈没により、吹雪型駆逐艦は白雪型駆逐艦と改定されて、いたが、白雪沈没により初雪型駆逐艦に、改定されている。4月2日、浦波は、セレベスト南西のマカスサル付近で座礁。 すらばやで8月13日まで修理を行った。4月9日、第19駆逐隊領艦磯波は、米潜水艦尊具に撃沈される。第19駆逐隊は初雪型2隻、浦波、敷波となった。5月15日、田中智少佐、当時、駆逐艦補風艦長は、浦波駆逐艦長に任命される。萩尾中佐、元浦波艦長は、 駆逐艦舞風艦長に任命され、トラック島空襲における、同艦沈没時に戦死した。あ、九月二十日、三隻、従巡、足柄、第十九逐隊、浦波、式波は、第十六戦隊に編入。第十六戦隊、同戦隊司令官は九月十六日府で、島清秀中将から佐古井ンなお少将に交代の、所属艦艇は、巡洋艦五隻、足柄、大井、 北上、熊、絹、呉れ所在、修理中。10月中旬シンガポール機、駆逐艦2隻、裏波、式波となった。9月25日、スラバヤにおける、裏波の修理完了。以後、東南アジア方面で護衛任務に従事した。また、基地航空隊の訓練にも協力した。12月10日、第19駆逐隊指令は、 福岡徳次郎大佐から大原利道大佐に交代。12月15日、大修理を終えた、従順洋艦青葉は、クレを出撃。第16戦隊に編入され、シンガポールに進出した。1944年、昭和19年1月11日午前7時、第16戦隊の2隻、軽巡、熊、駆逐艦、浦波は訓練のためペナンを出撃する。 午前11時過ぎ、衛潜水艦足り放の雷撃により、熊は地点で沈没、浦波は熊生存者、熊艦長、杉野周一大佐を含むを救助した。2月25日、足柄は第16戦隊より除かれ、第5艦隊機関の第21戦隊、なち足柄、多摩、基礎に編入。第16戦隊機関は青葉となった。 同時期、南西方面艦隊は、応援部隊、トネ、チクマを加えて作合作戦を、発動、3月18日に、トネでビファール号事件発生。3月1日、駆逐艦、アマギリが、第19駆逐隊に編入され、19× は、吹雪型3隻編成、浦波、式波、アマギリとなる。4月15日、浦波駆逐艦長は、 田中智夫少佐から佐古海少佐に交代。田中少佐は、駆逐艦満潮艦,艦長に任命され、冷手沖海戦械潜水川海峡野戦における満潮沈没から生還した。同時期の、裏波は、中部太平洋諸島、サイパン、グアムへの輸送作戦に従事した。4月23日、姉妹艦、アマギリは、嫌いにより、マカッサル海峡で沈没。 第19駆逐隊は2隻、裏波、式波となる。5月末、連合軍は、美薬島に来襲して、美薬島の戦いが始まる。連合艦隊、司令長官、豊田添衛大将、参謀長、草加隆之助中将は、美薬島への増援を決定し、第16戦隊司令官、佐古院直政少将指揮下の輸送作戦を、実施することになった、今作戦。 6月2日、日本艦隊は、左近上昇昇時期卒の輸送隊本隊、巡洋艦2隻、青葉、絹、駆逐艦、四季並み、浦並み、しぐれ、輸送支援隊、不設艦、津軽、五福島、第127号輸送艦、第36号区船艇、第37号区船艇、警戒隊、第5戦隊、妙高、羽黒、第27駆逐隊、春雨、白露、 サミダレ、関節護衛隊、戦艦、負装、第10区隊、風雲、朝雲という編成で、ダバオ、ミンダナオ島を出撃。だが翌日に、B-24 爆撃機に直接されて、奇襲作戦の見込みがなくなり、輸送隊は、ソロン、ニューギニア島西端に、進撃、6月4日期、警戒隊、関節護衛隊は、ダバオに引き返した。 6月8日午前3時、第27駆逐隊司令白浜聖七大佐、春雨座城指揮下の駆逐艦6隻、第27駆逐隊、春雨、さみだれ、白露、しぐれ、第19駆逐隊、裏波、揮波はソロンを出撃、美薬島へ向かう途中で、B-25 爆撃機の空襲により、機関、春雨が沈没、白浜司令戦士、 残る駆逐艦5隻で作戦を続行したが、連合軍艦隊、巡洋艦3隻、駆逐艦14隻に迎撃されて、夜間水上戦闘となり、損傷を受けつつ、裏波以下5席は、脱出に成功した。6月10日、連合艦隊司令部は、第一戦隊司令官宇垣きまとい中条指揮下のヤマト型戦艦2隻ヤマト、武蔵と第二水雷戦隊、司令官 早川右尾少将を今部隊に編入して、第3次、今作戦を実施しようとした。だが、サイパン島東方に、米軍機動部隊が出現したため、6月13日府で、阿ゴ作戦決戦用意を発令。今作戦は中止された、美ラ島の日本陸軍守備隊は玉砕。7月の16戦隊3隻、青葉、絹、浦波は、 シンガポールで訓練と修理に従事した。7月19日、輸送人無従事中の第16戦隊2隻、大井、式並みは、米戦水艦フラッシャーに襲撃され、同艦の雷撃により、大井が沈没した。また、軽巡洋艦北上も損傷を修理するため、マニラを経由して、佐世保に帰島。同艦がシンガポールに戻ることはなかった。 8月、第16戦隊と応援部隊を含めた5隻、第16戦隊、青葉、絹、浦波、第27駆逐隊、しぐれ、サミダレは、パラオ諸島とセブ島への輸送任務に従事する。この時、姉妹館、式並波は座礁して、シンガポールでの修理を余儀なくされた。8月7日、5隻はシンガポールを出撃して8月11日に、マニラ到着。 8月15日、各艦、セブ隊、アオバ、ウラナミ、パラオ隊、キヌ、シグレ、サミダレは、マニラを出撃。ルソン島南東部ビコル地方ソルソゴン州ので開発。ここで、パラオ隊、キヌ、シグレ、サミダレと分離する。8月16日、16戦隊、アオバ、キヌは、セブ島に到着。一方、パラオ隊、キヌ、シグレ、 サミダレは8月18日にパラオ近海で駆逐艦、サミダレが座礁。8月26日、サミダレは米潜水艦バッドフィッシュの来撃で船体切断、放棄に至った。またサミダレ座礁と同日、8月18日、米潜水艦ハードヘッドはサンベルナルジの海峡東方海面で軽巡洋艦ナトリを来撃して撃沈する。裏波は、 ナトリ救援に向かったが発見できず、21日に、セブ島へ戻った。8月24日、第16戦隊、アオバ、キヌ、ウラナミは、セブ島を出発、シンガポールへ戻った。9月12日、非72戦団護衛中の姉妹艦、ナミは、米潜水艦、クロウラの来撃で沈没。9月25日、府で、第16戦隊、一番艦アオバ、 二番艦絹、三番艦、浦波は、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将、機関、あたこが指揮する、第一遊撃部隊に編入され、マラッカ海峡から、リンガ博地へ移動、スマトラ島東岸、遊撃部隊各艦と訓練を実施する。浦波一隻となった第十九駆逐隊は十月十日府で、解体された、都市号作戦の発動に伴い、 第16戦隊、青葉、絹、浦波は、マニラ方面の日本陸軍部隊を、レーテ島に輸送する任務を与えられ、南西方面艦隊、司令長官三河軍一中将の指揮下に入った。10月18日、第16戦隊の3隻は、第1遊撃部隊、指揮官、栗田武雄第二艦隊長官と共に、リンガ博士を出港して、ブルネイ白地、ボルネオ東北岸に移動。 10月21日午後6時、第16戦隊、青葉、絹、浦波は、陸軍部隊零停輸送のため、ブルネーを出撃する。10月23日午前4時30分、マニラアンコー南西約70海里で、米潜水艦ブリームが、従順、青葉、第16戦隊機関を、雷撃、巨雷一本命中により、青葉は大破。キヌは、ひかみなりした。 青葉を栄光し、同日夜に、マニラへ到着した。サコンジョ少将は機関を、青葉から、絹に変更する。絹は、小発動艇2隻を搭載した。10月24日朝、第16戦隊、絹、浦波は、マニラを出撃、他に第1号型輸送艦3隻、6号、9号、10号、第101号型輸送艦2隻、101号、 102号も輸送作戦に投入されていた。だが2隻、キヌ、ウラナミはマニラ出撃時点から断続的に空襲を受ける。ウラナミは戦死勝者31名、資金弾と機銃装車により重油タンクが破損。同日有刻キヌが警戒する中、ウラナミはセミララ島付近で応急修理を実施した。 10月25日午前9時30分頃、2隻、キヌ、ウラナミは、米軍大型爆撃機の空襲を受けるが、被害はなかった。15時45分、2隻、キラナミは、カガヤン、ミンダナオ島に到着して、陸軍部隊を収容、遊国出発。輸送艦部隊は先行してオルモックに向かった。10月26日黎明に、オルモック、島に到着して、 兵員を揚陸した。午前5時、二隻、キヌ、ウラナミは、オルモック湾を出発、コロン島に向けキトに着く。だが、パナイ島西方で、米空母機の爆撃を受ける。午前10時30分以降の空襲で、ウラナミは、大破、艦長戦士、航海長調式。11時30分、軍艦機降下及び総員退去。11時52分、沈没。 絹記録12時24分。沈没地点記録。沈没時点でのウラ戦死者は、艦長以下92名。10月24日のマニラ出撃から26日の、沈没までにおける裏波戦死者は103名、戦勝者91名と記録されている。裏波生存者のうち少なくとも35名が、フィリピンの戦いにおける陸上兵力に転用された。 同日午後5時20分、空襲を受けて損傷していた、絹も沈没。左近城司令官は、第10号輸送艦に機関を変更。マニラ紀頭後、青葉任以上。第102号輸送艦も撃沈された。さらに、南西方面艦隊は、第5艦隊、長官、島清秀中将に、絹栄光命令を出しており、絹沈没を知らないまま救援に向かっていった第5、 艦隊所属、第一水雷戦隊、司令官、木村正富少将機下の地区艦、知らぬい、第十八駆逐隊司令駆逐艦も、10月27日に、空襲を受けセミララ島近海、駆逐艦早地も角座地点付近で合鎮。1 8る司令、井上義雄大祭か知らぬ悲善、乗組員が戦死した。11月15日、堀健次郎中尉浦波公会長は、 クレチンジュフフとなる、堀は青葉に便乗して内地に帰島。戦後、護衛艦、天津風艦長等を歴任。12月10日、駆逐艦、裏波は初雪型駆逐艦、帝国駆逐艦席より除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。